どうもこんにちは、オーメンズイレブンです。今回は幻博覧会の姉妹店でもある怪しい少年少女博物館へ行ってきました。幻博覧会の動画に関しましては概要欄に URL を記載しております。前回同様垂れ流しで撮影しております。そして人の映り込みを避けるための手ぶれ酔いに注意してください。それでは怪しい少年少女博物館お楽しみください。国道沿いに佇む巨大なペンギンの像。この道を車で通ったことがある人なら誰もが気になるであろうこの外観。草に埋もれたマネキン。入り口に近づくと何やらジョボジョボと音がする。なんだ、ニノキンか。受付でクーポンを利用し900円を支払い、早速館内へ。施設自体の大きさは幻博覧会の5分の1程度だろうか。相変わらずのコレクションの数。幻博覧会が2011年に設立されているとのことだが、こちらの建物に関しては調べたが載っていなかった。いきなり現れたレトロゲームコーナー。ここで我々以外にもお客さんがいたことに初めて気づき、少し安心した。この BGM が著作権に引っかかりそうなので、心の底から早く終われと願った。山中の地へと連れてきたのであります。
海高専の秘密はどこにあるのか教えなさい。マサイの両眼からは涙がこぼれて、それでは2階へ。やはり幻博覧会と比べると規模がかなり小さいことがうかがえる。しかし、この独特の世界観は相変わらずだ。誰かが下を覗いている。こんにちは。わら人形が見えてきた。これは楽しみだ。どんな呪いが書かれているのだろうか。正直、30分も呪いの言葉を見ていられる。ここはホラーや SF のゾーンといったところか。では、最後に別館のお化け屋敷へ。
現在の滞在時間は10分と少し。危うく10分以内に全て見終わるのではないかとヒヤヒヤしていた。暗さが気になるが、潜入開始。思ったよりも暗く、思ったよりも怖い。センサーで動いているのだろうか。私の体DVD の起動画面が出てしまっているのが手作り感があって涙が出てくる。肉眼ではかすかに見えるのだが、カメラ越しでは全然見えていない。この見えていない箇所は実際に行って恐怖を体験してきてほしい。さすがに見えなさすぎてスマホのライトを使用したが、それでもまだ暗い。音だけでもいかにこのお化け屋敷が怖いかが伝わっていることを切に願う。突然、祭りの屋台が現れた。何がどうなっているんだ。ビビらせやがって。
ようやく見えた。想像以上だったぜ。ちなみに先ほど DVD の起動画面が出てしまっていた映像がこれだ。私の体が どうしてもこの画面が出てしまうらしい。では最後にどうしても気になっていた場所に向かうか。果たしてこの中は、おっとこっちは女子トイレ。鏡に映ったあなたと二人。その後900円の元を取り返すために私はひたすらにレトロゲームで遊んだ。外に出るとやはり寂しさと清々しさに襲われる。以上、怪しい少年少女博物館からでした。